えー、藤田です、えー、今日はですね、えー、傾斜ですね、えー、皆さんおそらくこう傾斜っていうのは苦手とされてる方が多いと思うんですけど、まあ、傾斜についてちょっと考え方、はい、あの人によって様々だとは思うんですけど、まあ、私が思う傾斜に対する考え方っていうのをちょっとご紹介できたらなというふうに思います。まあ、今日はですねこの葛城ののりコース1番の バンカーのントもちょうどこういい傾斜がありましたんで、そこで七番円を持っております。で、七番円で説明をしたいと思います。まずですね、えー、つま先下がりですね。えー、前下がりっていうのがつま先が側がこう低くなってるっていうところです。こういう傾斜は非常にこう難しいと、えー、している方も多いと思いますけど、えー、まあですね、まあちょっとフッカーとスライサーで分けたい。 っていうふうに思ってまして。えー、この傾斜は、えー、フッカー向きでしょうか、スライサー向きでしょうか。はい、小西君。はい。時間切れです、えー。スライサーの方がまだ対応ができる。うん、まあ、スライサーの人でも苦手な方とかはね。当然いるとは思うんですけど。その理由としてはですね。えー、この、こういうふうに下がっているので。フッカーの人は、クラブがインサイドから来やすいですね。 でちょっとこう右サイドが下がりやすい潰れやすいでそういう人っていうのはここに地面がやっぱりあるのでどうしてもこうボールにコンタクトがし,しづらいそしてフックってボールを右に出す人が多いんだけど右に出たボールがやっぱりこう捕まりにくいということでなんかこうイメージしづらいなっていうのがあると思うんですね。で反対にスライサーの人っていうのはクラブはちょっとこう外目から入ってきやすいので外目っていうのはちょっとこう。 ススペースがあるんですねクラブ入るるススペースがあるとでこっちの左側に振ることによってちょっとこの傾斜っていうのは少しこうボールがスライスしやすいんですよね。あのこのアイアンがねフラットになったりとかしますんでボールがちょっと捕まりにくいということでそういった意味では少しこうカット気味の人スライサー気味の人がこう対応をしやすいというラインになりますね。 多分ちょっと傾斜してるんであの距離ギリギリのもう目いっぱいのクラブを持つよりはちょっと余裕を持ってあのスイングをするボールをこうコンタクトすることにちょっとポイントを置いてスリ、えー、まあ、3クォーターぐらいで本当に、ね、もう肩から肩ぐらいでこう止めるぐらいの感じでコンパクトなスイングをした方があがちょっとね確率が良くなると思うから。 あのそういった意味では、まあ、どんな傾斜もそうだけどあのギリギリのクラブを持たずにちょっとワンクラブ上げてでスムーズにコンパクトに振るっていうのを心がけた方がいいのかなとちょっと打ってみようかなこれねはいなので、えー、こうインサイドからこうやって入れるとちょっと難しいんですねこう,こう地面がありますよねだから少しこうこっち側からなのでまっすぐよりも少しこう左を向いてそのまま左に。 振っっってていいいいいくううようにちょとと考えた方がいいと思いますね左側に振っていこうかなみたいななのでまっすぐ構えてちょっと左を向いといて左向いた方にこうコンパクトにね振っていくといいのかなと思います <noise> え続いてですね今度は左足下がりです左足の方がこう下がってる。 これはスライサー向きでしょうか、フッカー向きでしょうか。フッカー向き。フッカー向き。はい、えー。正解はスライサー向きです。<laughs> あのこう下がってるでしょ。フッカーはあのねつま先下がりでも言ったけどインサイドから来やすいと。でちょっとこうどちらかというとこう上から打つよりも横から入るね、えー、人が多い。 まあそういう傾向になりがちなのでそうするとこっち側にあの地面があるでしょなのでこう邪魔になりやすいと逆に少しこう上からくるぐらいの人の方があのまあ打ちやすいだからスライサーの人なんかは意外にこうそこまで <laughs> あのまあ当たら当たらない別としてあのボールにコンタクトはしやすいっていう方は結構いるんじゃないかなというふうには思いますあの まあ上からこうクラブがね入ってきて下に抜けた方が斜面に対して反ってる感じですよねこれがやっぱりボールをこうインサイドからとか下からこうやってすくう動きに対してはこの地面と全く違う動きをするんでやっぱり打ちにくいしここのダフリになりやすいと。こういうところでフッカーの方はどうやって,って <laughs> まあそうですねだから構えをできるだけこう斜面に沿って こう真っ直ぐにすることねフッカーの人って右横から見たいからこうなるじゃないですかスライサーってこうやって見ても見れるからだから入れやすいよねフックの人ってこう構えるでしょそうするとやっぱりここは邪魔っていうのはなんとなくこうねあのイメージしてもらえると思うんであのまあ斜面通りに頑張って立つそれからどうしてもうまくいかない人ってもう右足の前ぐらいにボールを置いて打つと。 いうふうにこう対応してもらったらうまく対応ができるかもしれないということになりますね。これはプロはどういう打ち方をするんですか。うん、プロはいろいろあのできますよ。ここからフック打ったり高いボール打ったり、そう。まあそれはこのクラブをこうこうやったりこうやったりいろいろできるからあのある程度ちょっとこうリスクはありますけどね。 大きなミスが出るリスクもあるしそ,のそこに飛ばないとか逆球になるリスクはあるけどもまあできますというかやってますねトーナメントではねうんはいじゃあちょっと左足下がりねこれはあの斜面に沿ってこう立ちますとまあこうあんまり坂に抵抗しないように斜面に沿って立ってその場でひねってコンパクトにフィニッシュを止めるとで少しクラブを上から打つんでスライスしやすいですから そのあたり計算して低いボールでちょっと右飛んじゃったけど <laughs> こういう感じですねはい、はいはい、ではですね今度はつま、えー、先上がり前が上がってる状態のところにいきましたけど、えー、これもまた質問ですがスライサー向き これはもうフッカー向き？フッカー向きです。あ、そう。それはもう小生が、これはそんなにあれなんですね。フッカーの小生が,にがあんまり苦手じゃないから。苦手じゃなさそうですね。あ、そう。苦手じゃない。苦手じゃない理由は？今の説明も聞いてた中で、うん、やっぱ右フッカーはインから入るんで、<あ>インのす。なるほど。今までので学習をしてそうだと。なるほどね。はいはいはい。あのね、この。 方はねフッカーの方がね得意って私も思うわけだけど時々なんかスライサーでも平気ですという人もいるんで,うんでそれはもうつま先下がりとかもう全部の傾斜そうなんだけど人によってこう打ち方っていうかね工夫がさまざまなんであのこれが100%はまるってわけではないとただあの今小士言ってくれたみたいにやっぱりねこっち側からの方がクラブのスペースがあるから打ちやすいじゃないですか。 であとやっぱりねどうしてもフラットになるからあの軌道がね例えばこうだんだんこう上がっていくによってフラットになるじゃないですか。でこの塔が上がっていくことによってフェースがねちょっとアップライトになって捕まりやすいっていうのもあるしどん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 こっち側から打ってってあげてもいいよみたいな状況なんですね。つま先下がりは逆にこうやって低くなっていくんでこうアップライトになってだんだんこうクラブがねフラットになっていくんで。 なので、まあ、ここはそういうことでちょっとフックを打つ人がナチュラルにあのこう右を向いて勝手にフックになってくるからイメージがこうしやすいのかなというのはね、あのー、あります。ただスライサーの人はちょっと逆にこう外から入りすぎる人はね、あのー、こっち側の地面が邪魔になったりあとはその捕まりすぎてあの左に飛んでってしまったりっていうのがね あ,のあるんで、まあ、ちょっとスライサーの人は苦手な人が多いんじゃないかなという風に思いますね。なのでここはあのまあ、ボールがじうといつもよりも高い位置にあると、なのでこうフラットな軌道で打つことをちょっとこう心がけて行って、無理にこう上から打つことないように打つといいと思うんですね。実際打つ時はピンの位置よりもだいぶこの傾斜によってどん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 左に曲がっていってしまうので。 ちょっとの傾斜だったら少しだけ右向けばいいし結構これぐらいの傾斜,傾斜だともう10ヤードぐらい右向いていいかな10ヤードぐらい右向いてちょっとフラットに打つとあの斜面なりにずーっとボールが戻ってくるっていうイメージをしてもらって、えー、打ってもらうといいのかなと思いますね打ってみますかでちょっとね右を向いてでちょっとフラットイメージしながら ちょっと当たり薄かったけどちょっと服で戻ってますねはいこんな感じで打っていただくといいと思いますはいじゃあ最後に、えー、左足上がりですね左足の方がこう高いという傾斜ですこの傾斜はですね、あのー、まあどっちの人も打ちやすいと思いますあのボール右サイドの方が あの空,間空間というかクラブ入るところがね十分あるんであのスライサーの人もフッカーの人もあの、まあ、ボールにコンタクトするのはそこまで難しいって、えー、思う人は少ないんじゃないかなと思うんですけどただ、えー、フッカーの人は少し斜面りに触れる分ですねちょっとフックしやすいという人多いと思うしあのスライサーの人はその斜面に対して少しぶつけて打つことになるんで。 だから刺さってフィニッシュが取れないんですっていうようなそういうあの悩みってもしかすると出てくるかもしれないと。でどちらにしてもそれはナチュラルな現象なんであのフッカーの人はその左に行きやすい分ちょっと右を向くとかあとは少しこう左サイドの肘を抜くっていうような工夫をしながら左サイドに行かないように少し工夫をしていただいた方がいいと。でスライサーの方はその上から打つがためにちょっとこの。 斜面にに対しててぶつけいいくようなななヘッッドの動きになるんでフィニッシュは取れないとそれはナチュラルな動きなんでもうそのままぶつけて終わりっていうふうにした方がいいと思うんですけどただやっぱりフィニッシュを振り抜けない分あのやっぱ距離が落ちやすいです。これぐらいの傾斜だとまだ大丈夫だけどもう少し強い傾斜になると距離が出ないと。でフックの人もちょっと左を嫌がって強く振れないんでだ少しあの大きめのクラブであのゆっくりね力をそんな入れずに打つことが この傾斜をうまく攻略するコツかなというふうに思います。はい、大丈,大丈夫ですね。はい。ちなみに小手はこのどうなんですか。傾斜はそれは難しくないでしょう。これ難しくなく感じます、ね。はい。じゃあ行ってみたいと思います。じゃこの場合はね、少し斜面と沿ってね、この斜面なりに基本的にはその斜面なりにこう斜面なりに打つという風でね、いいと思いますんで。 それで打っています少しこうドローすることを想定しながらでボールも自然にちょっと高くなりますね、はいえー、4種類ですね傾斜をやりましたけど、えー、まあフッカーとスライサーでなぜ、えー、そちらの方がこの傾斜に合うかっていうふうな、えー、ちょっとアプローチからお話をさせてもらって。 えー、それなりに、えー、どういう現象が生まれそうだとでどうすればいいかぐらいまで言えたか言えないかぐらいだと思うんですけど、まあ、なんとなく今度コースに行った時に参考にしていただければいいのかなというところで、えー、いろいろ試してみてください。ありがとうございました